はい、行きましたね。若い時はね、いろんな大会に出させていただいてたんですけれども、年齢が年齢ですので、今はこのフリスビーをね、しっかりと引退しておりますが、こんな風に楽しいこともね、やっぱり入れてあげないと、しつけってできないんだなって本当に思います。こういう犬を見るとね、うわ、怖いっていう印象と、あと、本当に叩いて、きついことばっかりなんじゃないのかなっていうイメージがあるんですけれども、警察犬を教えるにあたってね、やっぱり犬が楽しくないと覚えてくれないので、お家でねしつけするときも犬も一緒に楽しめるようにね、ぜひやっていただきたいと思います。ありがとうございます。